皆さんこんにちは、高森です。今回もリンリンさんに来ていただきました。花ウリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回はですね、なんとアメコミ風ポップリップアートメイクに僕が挑戦しようと思います。これで僕一人じゃ当然できないので、リンリンさんに教えてもらいながら僕の唇をアメコミ風にしていこうかなと思います。ちなみにですね、リンリンさんのこのアメコミ風の顔全体のメイク動画を概要欄に載せておきますので、よかったら見てください。はい、では早速僕の唇をアメコミ風にしていきましょう。必要なものです。こちらはまず、はっきりした色のリップ、こちらは一応赤です。で、できればマットの色が一番ベスト、ツヤ感も少なめの。続いてはこちらです。アイライナーの黒リキッドアイライナー、そして最後はこちらです。白いリキッドアイライナーです。こちらはハイライトとして入れていきます。この3つでできるんですね。うん、すごく簡単です。僕でもできそう。はい、じゃあそれではまず、リップからいきます。じゃあ先に髪で巻いておきます。すごいわかりやすい。こうで一応先に全部リップ塗ります。こんな感じで頑張るぞ。怖いな、いろいろな視線を感じるけど頑張るぞ。よし、いきます。あ、え、結構濃いんですね。うん、これリップ初めて。いや、何回か企画で塗らされてるんですけど。まあ、自分で塗るのはないですね。あー、ちょっとはみ出さないように。あ、これ、あマジマジマジ。あ、これって何回も塗るんじゃなくて、でも何回塗っても大丈夫。はい。はい、続いては唇の輪郭を覗く。なぞる。かわいい。かわいい。そのまま大丈夫です。かわいい。もう本当にもう日本語下手すぎてやばい。いやいや、僕も日本語喋れてないです。なぞる。なぞる。なぞります。はい。おお。もう本当に好きな形で。しはい。で、その後は真ん中を少しラインを入れて、はい、ちょっとシワを入れます。はい、頑張って。はい、頑張ります。はい、そして最後は、こちらの白いリキッドアイライナーをハイライトとしてなんか好きなところに入れてきます。なんかツヤ感を出すとか、うん、立体塗る感じ。こことあと下に少しちょちょって入れてきました。わかりました。一応僕も真似していこうかなと思います。でもヒーローになった気分がします。それ素敵。でもめっちゃニンニンさん笑ってましたよね。いやごめんなさい、途中で少しもう可愛かった。唇だけだとちょっと笑いに走っちゃいますよね。うん、なんか少し完成してない部分があるから、もう今度は全部。ああ、そうですね、全部やりたいですね。よろしくお願いします。はい、今日もバンダム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。